今では考えられない不倫の歴史。よく芸能ニュースなどで〇〇と〇〇の不倫が発覚なんて報道されますが、現在の日本では犯罪にはならないものの、不倫は倫理的に NG とされています。ところが平安時代へ遡ってみると、不倫こそステータスだった時期がありました。現代人の価値観では全く考えられませんよね。そこで今回は日本の不倫事情について、それぞれの時代でどう受け止められていたのか、その歴史とともに不倫を考察したいと思います。そもそも不倫という概念がなかった奈良時代。現代の日本では夫が一人、妻が一人の一夫一妻制が法律で決められていますが、実は明治以降になって出来上がったものです。それ以前の日本社会では畜生制といって、妻以外に妾を囲うことは武士社会や富裕な上人層では普通に行われていました。ところが西洋の文化や慣習を取り入れた時、欧米が一夫一妻制だったことから、日本もそれに倣ったということでしょう。こうして現在に至るまで不倫は害悪という考えが広まったのです。さて、古代の日本人は不倫に関して無頓着だったといいます。時代を遡って奈良時代を紐解いてみると、歴史を彩る様々な人物たちが不倫をしていることに気づくでしょう。だって天皇自ら皇后の他にたくさんの女性を囲っているわけですから。ちなみに42代文武天皇から82代後鳥羽天皇までを調べてみると、皇后が一人だった天皇はたった二人しかいません。女性天皇や皇后がいなかった天皇を除けば、複数の皇妃を有している天皇がほとんどなのです。最も皇妃の数が多かったのは醍醐天皇の22人、次いで清和天皇の19人、そして桓武天皇の11人となっています。皇室を絶やさぬよう多くの女性と関係を持つことが当たり前ですから、そこに害悪という観念はありません。また上流貴族にしても同様の考えがあったようで、自らが権力を握るために不倫を正当化した者もいました。例えば藤原の中麻呂は何人も妻がいながら聖徳天皇と恋仲となり、朝廷の重職について大きな権力を握っています。しかも次の順仁天皇と結んで太政大臣になるや、あっさり聖徳天皇を捨ててしまいました。次に藤原のクス子という女性ですが、自分の娘を奈良天皇へ受胎させたはいいものの、あろうことか熟女の魅力で若い天皇を虜にしています。藤原の忠主という夫がいるにもかかわらずです。すっかり天皇を籠絡したクス子の野望はますます大きくなっていきました。次の桓武天皇が都を平安京へ移すのですが、クス子は自分の権勢が衰えることを危ぶんだのでしょう。なんと奈良上皇とともに平城京へ戻り、もう一つの朝廷を作ろうとしたのです。クス子が討伐を受けたことで未然に防がれますが、天皇と不倫関係を結んでまで権力を我が物にしたかったのでしょう。そもそも不倫という概念などなかったのかもしれません。まさに不倫が文化だった平安時代。戦争や争い事が少なく比較的平和だった平安時代は、女性が活躍した時代でもありました。女流作家によって源氏物語や枕草子などが書かれ、華麗で雅な平安文化を今に伝えてくれます。とはいえ平安文化を代表するものといえばやはり和歌でしょう。
その出来不出来によって出世の度合いが違いますし、優れた和歌を読めば認められる世界です。また和歌のメインテーマは恋を題材にしたもので、好きな相手に和歌を送り合うという文化が発展しました。平安時代の日本では恋愛をしている人ほど尊敬される風潮さえあったそうです。もちろん既婚であろうが未婚であろうが関係ありません。もし正妻がいたとしても、政略結婚や親の言いなりで結婚するパターンがほとんどですから、妻や夫に対する愛情は希薄です。たとえ不倫をしたところで後ろ指を刺されることはありませんでした。むしろ色好みは一流の人物として評価される指標になったといいます。ちなみに紫式部の同僚だった泉式部は恋愛上級者だったようです。一条天皇の妃だった彰子に仕えた彼女は、夫がいるにもかかわらず不倫を繰り返し、冷泉天皇の王子である為隆親王と愛し合いました。さらに王子が若くして亡くなると、今度は弟の敦道親王と恋仲になったとか。ただし不倫のしすぎも良くないようです。紫式部からは、男癖が悪いから良い家人とは言えないと評されていますから、何事もほどほどが一番いいのかもしれませんね。とはいえ、源氏物語に登場する光源氏は、様々な女性と関係を持つプレイボーイとして描かれています。作者の紫式部もまた、恋を望む一人の女性だったのでしょう。この時代の貴族社会では、仮に不倫によって子供が生まれてしまっても問題はありません。女性の方が子供を引き取り、大切に養育することが当たり前でした。さて、庶民レベルでは不倫はどのような受け取り方をされたのでしょうか。これが意外に不倫や浮気は NG だという風潮が見られるのです。少し時代は遡りますが、さきもりの歌から紐解いてみましょう。そこにはこんな歌が収められています。草枕、旅の丸根の紐たえば、あがてとつけろ、これの春もし。現代文に訳すと、旅の途中で眠るとき、もし着物の紐が切れたなら、私の手が縫うと思ってこの針でつけてください、という意味です。紐が切れるというのは、着物の紐を解いて裸になることを表します。つまり、他の女性が気になっても、私を思い出して不倫はしないでね、と暗に釘を刺しているのでしょう。また、歌人、大友のやかもちは、こんなユーモラスな歌を残しています。里人の、見る目恥ずかし、さぶる子に、惑わす君が、宮で尻ぶり。これは、里人たちが君を見る目が恥ずかしい。だって、サブル子に入れ上げて、彼女の家から出勤する君の後ろ姿を見て笑っているんだもの、という意味です。やかもちが越中へ赴任した際、都から連れてきた尾張の奥井という男がいました。すると奥井は、単身赴任の寂しさからか、遊女のサブル子にすっかり夢中となり、都の妻を差し置いて現地妻のように扱っていたようです。毎朝のようにサブル子の家から出勤する奥井を見て、里人たちは物笑いの種にしていたとか。つまり、庶民レベルでは不倫は後ろ指を刺される恥ずかしい行為だと認識されていたのです。平安時代では不倫の理解について、貴族社会と一般社会とでは大きな乖離があったのでしょう。不倫に厳しい目が向けられ始めた鎌倉時代。さて、
鎌倉時代に入って武士の世になると、不倫に対して厳しい目が向けられることになります。まず、武士の頂点に君臨し、鎌倉幕府を開いたとされる源頼朝ですが、正室の政子がいながら、亀の前という女性と不倫関係になりました。すると、嫉妬の炎を燃やした政子は、なんと、頼朝を詰めるでもなく、手勢を派遣して、亀の前の屋敷を打ち壊してしまいます。これは、上成り打ちといって、本来は、夫婦が離縁した後、前妻が後妻の家財などを打ち壊して、乱暴を働くという意味なのですが、政子はあえて不倫相手に対して暴挙に及んだのです。貴族社会では許される不倫でも、武家社会ではそうではありません。武士は血筋を重んじるものですから、もし不倫相手との間に子供が生まれようものなら大変なことです。当時は正室の産んだ子が家を継ぐと決まっていますから、それこそ寺へ入れるか別家を建てて独立させるしか方法がありません。つまり財産分与など余計なトラブルを起こさないために、武士にとって不倫は避けるべき行為だったのです。そして性犯罪の予防や不倫の防止のために、日本初の画期的な法律が完成しました。それが御成敗式目という法令です。その中の第34条にはこう書いてあります。合意でもそうでなくても、不倫に及んだ御家人は所領の5割を没収する。もし所領がなければ隠獄へ流刑とする。女性も同罪で同じ刑に処する。つまり不倫を繰り返すたびに所領がどんどん半々になっていくのですから、土地が命の次に大事な御家人にとってたまったものではありません。ただし例外もありました。罰せられるのはあくまで夫がいる女性と不倫するのがダメであって、妻のいる夫が独身女性とどれだけ遊んでも処罰の対象にならなかったことです。その裏にはやはり源頼朝の洗礼があったからでしょう。頼朝は亀の前と不倫しても罰せられることはありませんから、御成敗式目においても見逃されていたのでしょう。不倫相手は殺してもよかった。恐怖の密会法が登場した戦国時代、御成敗式目の取り決めでは、不倫された夫が相手の男性を撃ってもよいという目敵討ちが公然と認められていました。ところが相手の男性を殺してしまうと、不倫の事実を証明する者は妻以外にいなくなります。逆に殺人罪として訴えられることもあったとか。そこで室町時代以降に認められたのが密会法という法令です。例えば、不倫した妻を先に殺すことで、相手の男性がその原因を作ったことになります。つまり、妻の敵討ちの名目で、その男性を撃っても罪には問われないということですね。こうした風潮は、戦国乱世の空気とマッチしたようで、各地の戦国大名たちが文国法の中に取り入れています。不倫沙汰で、家臣同士のいざこざが起こるよりは、不倫は害悪としてみなし、速やかに関係者を処罰できる点が受け入れられたのでしょう。むしろ不倫された夫が妻と真男を討ち取ることで、よくぞやったと称賛される風潮となったのです。現在では考えられませんが、不倫とは殺されても文句は言えない行為と認知されていました。ちなみに、最も過激な密会法として、長宗我部元親が作った百箇条があります。妻が不倫した場合、夫は妻を必ず撃つこと。もしできなければ、
夫や妻だけでなく、不倫相手も含めて処刑する。元親は不倫を恥ずべき行為とした上で、乱れた風潮を正すための厳罰として用いたのでしょう。庶民レベルで厳罰となった江戸時代の不倫。さて、江戸時代に入ると、武士や公家、寺社だけでなく、庶民レベルに至るまで様々な規制が行われました。それは風俗、習慣、暮らし方にまで及び、もちろん不倫についても厳罰を伴う法令が定められています。江戸時代中期の刑法である公事方お定め書きの中では、不倫は不義密通として表現され、重い罪として認定されていました。まず、不倫に及んだ女性は死罪と決まっており、もし娘が不倫をした場合、父親が殺すことも認められていたようです。ただし、妻ある男性が独身女性と密通しても罪には問われず、やはり浮気は男の解消といった観念が働いたのかもしれません。ただし、既婚女性が不倫した場合はそうではなく、不倫相手の男性ともども斬首と決まっていたとか。それは武家社会でも同様で、妻を誰かに寝取られたとあっては武士の恥です。なるべく妻から目を離さず、夜間の外出を禁じる夫もいたそうです。確かに不倫は厳罰の対象となっていましたが、実際に処罰されたケースはほとんどなかったとか。なぜなら、不倫は家の恥であり、決して公にしてはならないこと。むしろ相手側の男性が不倫女性の夫に示談金を支払って、穏便に解決するのが普通でした。そんな雰囲気ですから、意外に不倫する男女は多かったのではないでしょうか。さて、江戸時代も後期になると、華やかな文化の流盛とともに、世の中も平らな雰囲気となります。人妻の不倫もさほど珍しいことではなくなり、夫があえて黙認するケースも増えてきました。何しろ、夫の不倫は許されて、妻の不倫が許されないのは不公平です。そんな考えも多かったのでしょう。とりわけ、裕福な商家では、婿を取るにも、奉公人の中から有能な男性を選ぶのがほとんどです。プライドの高い妻は夫を見下し、半ば公然と不倫に及ぶケースが少なくありません。そんな妻は金に物を言わせて、人気役者や男性を買って楽しんだと言います。夫にしても、店の経営さえきちんとやれば、あとは好きな女性を目かけに囲えばいいだけですから、ある意味、奔放な夫婦生活を送っていたのでしょう。また、江戸時代における風俗の一種として、若者小屋なる慣習がありました。これは、結婚前の男性が小屋の中へ入り、いわゆる不特定多数の女性と乱交を楽しむものです。本来なら独身の男女がするべき行いですが、時として既婚女性も混じっていたとか。ある意味、未婚男性がテクニックを学ぶべき場でもありますから、既婚女性は良き指南役として重宝されたのかもしれません。